はい、こんにちは。つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はね、ここにある13冊を紹介しようかと思います。ここにあるのはね、先日、ブックオフなどを使って買いました文庫本13冊ですね。なかなか、ね、渋い本ばかり買ってます。ザ・文学っていう感じかな。いや、このあたり買えるの嬉しいんだよね。僕の持ってない文学系のね、文庫本ね、まだまだあるんだなーって本当に思いますね。 はあ、早速ね紹介しようかと思いますこちらになっておりますねまず右の2つから紹介します「ヴィアンの歌方の日々」と「ウルフのダロウェイ夫人」ですねこの2つ紹介しますこちらになってますね こちらは公文社の古典新訳文庫になってましてこの二人すごくないですかこの二人並んでるので、ね、めっちゃおもろいと思いますがまずはボリス・ビアンの歌方の日々ですよ歌方の日々ね新潮文庫で出てましたよね日々の泡だったっけ日々の泡って訳されてるバージョンと歌方の日々があるんですけどボリス・ビアンってこの歌方の日々が有名なんだけど他の長編に北京の秋と心臓抜きがあるって書いてて今年だったかな去年かに で消防社から北京の秋がね新約されたっていうのもあってそれ読みたいと思ったし1959年にねデビュー作『墓に唾を吐きかけろ』っていう本もあるんだけどその映画完成の試写上映中に心臓発作を起こし39歳で人生を終えたっていうすごい人生なんだよねボリス・ビア読んでるとねなかなかの文学通っていうイメージあってね僕も読まなきゃなぁと思ってますね続いてウルフですねダルウェフジこれはバージニア・ウルフって言ってイギリスのモダ ニズムっていう文学派閥っていうのかなその流れの有名な人ですねバージニアウルフも読んでないといけないっていうぐらいめちゃくちゃ大事な作家になってて1925年にダロウェフジを発表し斬新な手法で人間の心理を深く追求し高く評価されるとその他の代表作に「東大波」などがあるということですねで1941年自宅近くの川で「受水」っていうことなんですけどビアンもねウルフもね読まなきゃいけない 作家ですよ。本当にさっさとね、僕で読もうと思います。マジで。 で、続きまして、文集文庫3冊紹介すると、吉村万一のハリガネムシと、砂川文治の正体、そして糸山明子さんの離リ陸リですね。この3冊を紹介します。こちらになってまして、よくよく思うと全員文学界新人賞出身の作家ですね。まあだからこそ文集文庫から出てるとも言ってもいいんですけど、まず吉村万一ハリガネムシですが、これ実は1冊持ってまして、これですね、僕2冊目なんですけど、多分ね、ハリガネムシちょっと高いんじゃないかな。この前にね、 クチュクチュバーンっていう有名なね、作品あるんですけど、僕はね、クチュクチュバーンも2冊持ってるんですよ。そうしたら揃いたくなるじゃないですか。そんなことないですかクチュクチュバーンもハリガネムシもそうだけど、単行本もね、もちろん出てんですけど、文庫本にしか収録されてない作品があります。クチュクチュバーンだったら、国営巨大浴場の午後っていうのと、ハリガネムシだったら、三崎行きっていうのが文庫本にしか収録されてません。まあ読むなら文庫本なんですよね。先日ハリガネムシ再読したらめっちゃ 面面白白かかっったたね死ぬほど面白かったすごいと思うよ、ま、マジマジで,で続きまして、砂川文治さんの正体ですけど、砂川文治さんっていうのは、ブラックボックスで芥川賞を取ってますね。この正体の中になんとね、こちらですよね。この3作品が入ってるんですね。正体、戦場のレビアタン、紫外線ですよ。この3つはね、戦争三部作って呼ばれるやつで、砂川文治さんはもとと自衛隊に所属していたんですけど、この3作品は全部戦争がモチーフで、正体なんかね、ロシア がね北海道に攻めてくるっていうそういうううそ話なんだよねめっちゃいいですよとても面白いと思いますで続けまして板巻ょさん離陸リリですけどこのね離陸リリね長らく持ってなかったんですよねこの2つが僕持ってんだけどこれ3番目になんですね離陸リリだけめっちゃ分厚いでしょこれ本当欲しかったんですよ持ってなかったんですよねこういう文庫本は文庫本の良さってやっぱりありますからね文庫本の方がさなんかコレクションに向いてる気がするけどどうでしょうか 続きまして、新潮文庫4冊紹介しようかと思います。筒井康高の宇宙衛星博覧会と、章野純造の貝殻と海の音、そして川端康成の虹浅草の姉妹、そして西間健太の山井垂の歌ですね。この4冊を紹介します。こちらになってまして、筒井康高先生宇宙衛星博覧会はね、僕持ってんですけど、宇宙衛星博覧会めっちゃ面白いからね、筒井先生のエログロナンセンスのエッセンスが入ってんのはこれ宇宙 星星博覧会だと思ってんですよこれ目次見てくださいよ「カニ光線」「コブ天才」「急流」「顔面崩壊」「問題外科」「関節魔法」「ワーストコンタクト」「ポルノ惑星のサルモネラ人間」ですよなかなかのね名編が入ってませんかこの本はもう本当に「奇書」っていうほど奇書だと思うんですけど筒井浅草が入るなら基本的にこれからだと思いますよマジでみんな読んでほしいねはい、で続けましてね「ショウの純臓の貝殻と海の音」ですけど肖、まあの純臓と 第のの新人の1人ですねでプールサイド賞計で芥川賞取ってますけど僕が持ってる賞の純三の新長文庫はこちらになってましてそんなに持ってないんだよねいや欲しいよもっと欲しいよこの辺りの文庫ってあんまりやっぱ見かけませんね古い作家ではありますけどね今でも読まれてる作家だと思います続きましてね川端康成二次浅草の姉妹ですけどこれね皆さんねただのね川端康成のね新長文庫かなーと思ってる人いるかもしれませんがかなりのね レア本ですよまあ僕の持ってる川端康成の新庄文庫を見ると僕の持ってる川端康成結構持ってるんですよ毎回毎回見せてるかもしれませんけど「雪国」とかね「伊豆の踊り子」とかはまあ有名作品で何回も何回もね刷られていると思うんですよだけどねさっきのね虹と浅草の姉妹はねねられてないんですよ、ね、だから今多分売ってないですよ本屋さん行っても売ってる川端康成の文庫本と売ってない文庫があってそういうレア本だっていうことですよ普段あんまり見 見かけないいっていう感じ、まあ、僕は近代文学とか戦後の文学とかもチェックしてるんだけどたまにね100円とかで入っててそれ見つけると嬉しくなるで次西村健太の山井誰の山歌です西村健太さんのね新潮文庫も山ほどあるんですけど僕持ってるのはこちらになってますねちびちびと集めてねまあ中古だからボロいの多いんですけど要は集めたよねこれね西村健太もねどん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 読まなきゃいけないんだけどね結構前ですけどねお亡くなりになって残念ですけど 作品をね我々は読むぐらいしかできないので片っ端しから読んでいきたいなとは思っていますねで続けましてね中上賢治の19歳のジェイコブとあと白洲雅子の妙恵商人ですねこの2冊を紹介しますこちらになってますね中上賢治ってさ意外と角川文庫からは結構出てんだよね僕の持ってる角川文庫の中上賢治こんな感じで表紙が良くないですか字だけの表紙でねシンプルでめっちゃかっこいいと思うんだよねここにに書いてんだけど他にも色々 あります。これも見つけ次第ね買っていきたいとは思うんですけどね中上賢治も読まなきゃいけないね岩波文庫にも入りましたしね三崎で芥川賞取ってんだけどね他にもいろいろ代表作ね読みたいと思いますあとね白洲雅子のね明恵少人ですね講談社の文芸文庫ですもう講談社の文芸文庫を見つけたらね安かったら何でも買うってことやってますあらすじとしてはこういう感じでございますね。気候エッセイだってへ明英少人の座像みたいなのに出会って 自然の中に没入しきって。 気迫にに満ちたた人の人間のの間美しししいい姿に見せらられその生き様を追求した本らしいですよ仏像とか多分ね白洲雅子って結構見ててその話なのかなーと思ったりするけどまあ分かんないけどちょっと読んでみたい最後ですね最後岩波文庫2冊です「落ロの危険な関係機関と」とあと長井花風の「不珍踊り子」ですねこの2つ紹介しますこちらになってますね「落ロの危険な関係」もね僕情感持っててずっと だだけけっったたんで下官見つけて、ね、買っちゃいましたあらすじはこの辺書いてんだけどこの書簡体小説はフランス心理小説の最高傑作の一つと数えられているという感じですね海外文学勉強したいなぁと思うわ岩波文工って結構海外文学あるんですけどなかなか知らない作家とか多くてまあ、楽路は有名な方なんだけどねもっともっと勉強したいですね続きまして長井家風淵踊り子ですねこの本自体は最近出たんじゃないかな2019年みたいですね あ、これ浮き沈みって読むみたいです「不沈って読んでましたけど浮き沈み踊り子」らしいですねすいません最近ね僕ねちょっと近代文学興味出てきて僕散歩好きなんですけど散歩に行った時に朗読で散歩中に聞きながらその小説読むみたいなことをね最近ちょっとしてんですよねだからいつか長い花風とかにも手出すと思う最初は芥川とか夏目漱石とか太宰とかその辺ぐらいからね入ろうと思うんですけどまた動画作 作りたいけどどね朗読とかかかうですす皆さん聞きますか僕最近ちょっとハマりつつあるかなっていう感じかなはいそんな感じで今回はここにある13冊の本を紹介しましたなかなかザ文学っていう感じじゃないですかこの文学的な感じがもう大好きですね現代文学から近代文学まで読んでいきたいなと思いますんでねこれからもどんどん買っていこうかと思いますはいまた本ね色々買ったらね紹介しようかと思いますんでどうぞよろしくお願いします、はい、そんな感じで今回は終わります高評価コメント チャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますではではスカっちゃんでしたバイバイ